クロワシの旗、あの者たちと戦うと。何事です、女王陛下。あなたは国の兵より領主の奪還を望むというのですか。女王陛下、引導を渡すべき者たちが私を待っているんです。やはり行くのですね、あの者たちは。おそりゃ、おそりゃ。プロイセン軍はオラ様に続け。ガチガチだと新しいよ。多勢でしか攻撃できねえ腰抜けどもへ。ベルリンには攻め入らずともよい。クーネルスドルフに勝利した今、彼らは敗残兵にすぎません。どうする。あいつは超突猛進しか知らぬおバカさんです。ですよね。クロイセン、お前の部隊は左、そして私の部隊は右から回る。攻撃するぞ。了解。国が舞い踊る赤い赤い石の渚、今は物言わぬ屍、彼らにも物語があった。されどささやかな未来さえ、運命は許さなかった。変わり果てた戦場、最後に立つ久しいな、オーストリア。俺らは忘れはしねえぞ。クーネルスドルフの戦いでフリッツが受けた銃弾をな。突撃！私は疲れたんだよ親父。やめろ。イギリスの支援もすでに打ち切られた。私はお前が滅びるのを見たくはない。親父、フリッツよ。ロシアからの伝令、エリザベータ女性が急進しやとの知らせ。
教らが剣を交える時代、その道には常に幾多の争いがあった。隊列に参列する兵は皆一様に口数も少なく、死に怯えながらも歩み続けるように他にはないな。天を引いた国と天地天を重ねる、ふと見えた始末の光は小さな希望、やがて閉じる輪際歴史をまた紡ぐ、最後に得た新たな彼女に彼らの鼓動は気づけば、道のみは常に戦火と共にあった。越えられぬ痛みなど何一つ訪れないものさ。東に去りゆく白い騎士、頬頬へ輝る黒いわし、我らが歩んだ戦いを生まれる民につなごう。彼女を話した国の姫、彼女の手にした国の我らが手にしたこの場所を愛しい二人の場所を。歴史が国を作るのか、国が歴史を作るのか。永遠を生きられない人は全てを知る由もなく、国と国の地平をめぐる戦火の歴史、別れた土地が一つに成り立つ日は訪れるのだろうか。懐かしき城で、それは誰の口にか。ああ、ロマンを歌う。そこにロマンはあるのだろうか。